志望校いよいよ決定、はい、まあ、どっちも行きたいですね。同じ発表の日なんだもんね。続いてここからバーチで、続いていよいよ協定ですね。 82% 抑えは、抑えないです。そうだよ、始まりました、むちゅしゃね。さあ、今回は、はい、はずや、はずきです。はい、はずきにおいでいただきまして、はい、もう一つパーカー、さっきの服がね、そうそう、っていう感じで、シャカ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 、ずっと音が鳴ってて、音声がまともに取れないということで、もう一つパーカーでやろうと思いますが、志望校、いよいよ決定ということで、はい、はい、見ていきます。はい、まずは、第一志望ですね。第一志望二つあるんだ。迷ってますね、どっちどっちにするかまだは決まってないけど、まあ第一志望が2つで、はい、それが慶応の文学部と小学部です、うん、なるほどね、小学部、文学部、どっちがいいとかないのこれ。いや、ちょっと両方受かったらこっちみたいなの、もう本当に悩んで両方受かった、はい、ちょっとまだ慶応の小学部何やるか詳しくは内容知ってないっていうのはあるんで、ちょっとそれを知って、うん、まあどっちも行きたいですね。なるほどね、これすごいね、日程とかも全部エクセルファイルで用意されてますけど、はい、これ、はい、小川さんが作ってくれました、はい、素晴らしいですね、はい、なるほどね、はい、2月14日が小学部で、はい、15日が文学部、そうですね、バレンタインデーとバレンタインデーの次の日ですから、ね、毎年同じ、あ、毎年同じなんですね、はい、自分もちゃんと15に受けに行きましたから覚えております。でキャンパスもちゃんと書いてあるもんね。そう、小が三田、文が日吉になりますね。そうです、うん、キャンパス違うんですね。そうそうそう今知りました。俺だから日吉しか行ってないんで、試験は昭和受けてないです。うん、受けてない。英語しかやりたくなかったからね。じゃあもう落ちない自信はあったけど、落ちたらもうまた浪人みたいな感じなんですか。いや、千葉大を抑えにしてたから。そ、ああ、落ちたら千葉大に。そうそう、落ちたら千葉大に行ってた。今でも覚えてる、日吉キャンパスのどこの教室で試験受けたかっていうのは。それも同じなんですか、毎年、うん、いや毎年それは違うでしょ当然いろんな名前順だったりなんだり知らんけど、そう、慶応の外国語学校ってとこで教えてた時に、はい、代行で1日だけ日吉に行ったことがあるんで、代わりにその時に寄ってった自分の受けた教室を覚えて、はい、ああ懐かしいって思う。でも誰も知り合いいないんですか。いるわけないでしょ、だって外国語学校って放課後だからさ、あるの、はい、放課後にただその教室の、あ、ここだって見ただけだ。誰もいない。別に誰もいない。そうなんです。そうそう、まあ、もうそこでの授業とかも普通に受けてたしね、はい、で合格発表は2月24日と、はい、で3月3日までにちゃんとお金払いなさいよってことね。はい、そうです、うんうん、同じ発表の日なんだもんね。ここ緊張しますね、第一期志望なんで、うん、2月24日に生放送ですか。してもいいと思います。もう全部終わってるんで試験。確かに試験自体は全部終わってますからね、はい、まあ、慶応が第一志望ということで、はい、今藤川天さんからメッセージが入ってちょうど今続編あるかもしれないですか。返事しておかなきゃ。ちょっとハプニングがで続いて第二志望というか第三というのか分かんないけど、はい、まあ、早稲田ですね。早稲田2つ受けるわけですけど、はい、まずは教育の英米、あー、やっぱり英語、英語か経営を学びたいんですよ。なるほどなるほど。で英語、なるほど、ね、学びたいな。もう僕は受けてダメだったとこですから。いい、そうなんです。そう、慶応教育の英米ですから。はい、試験19日ですね。そうですそうですそうです。結果発表は3月1日か。結構遅いですね。続いて早稲田の小学部、はい、人気あるからね、受ける人多いところになりますね。そうですね、倍率は高いです、うん。2月の21日試験、はい、一番最後です。最後だよね。あ、はい、面白いね。いやー、どうなるかね。まあ、多くの人がね、社学が最後になる人とかも多いんですけど。おー、そして3月1日ね、はい、同じだ、教育と小が同じ日ですね。いやー、ここも生放送ですか。何回も生放送だね。まあまあまあ、そっか。坂上さんの場合さ、生放送、そう、コロナでできなかったんだよね。はい、そうそうそう。コロナかかっちゃったから。あれ大変だった。慶応か早稲田だったらもう慶応やっぱり。そうです。まあ家の近さとかも。うん、ああ、なるほど。まあいろいろありまして、うん、慶応大事です。なるほどね。そうね。まあ最近は家から通う人多いからね。続いてここからバーチで、まず立教経営、はいはいはい、経営学部、国際経営ね、はいはいはい、これが一番最初なんだ、試験2月6日。そうですね、これ一番最初です。で結果発表が2月22日。最初に受けるけどだいぶ後ろなんだね、結果が。なんか5回受けるチャンスがある。あ、5回はいはいはい、ね、はい、そういうのって遅いんですか。そうね、ね、いろんな入試のパターンあるし、その外部試験もいっぱいあるし、換算、はい、も大変だと思うんですよね。多分そうですね。続いてが、明治の経営、ああ、はい、経営学部経営ね、はいはい、2月10日、結果発表が2月の17日。ここは1週間で出てんだね。
早い、早いな。一日早いです。へえ、すごいな。期間も締め切りも長いんで、うん、本当だ、締め切り3月3日で慶応と同じじゃん。そうなんです、ね、優しい、優しいです、優しいイメージ、はい、おすすめですその点でおすすめですね。続いて青学、あ、はい、それが文学部英米文、あ、はい、英米ですね。2月13日試験、はい、ちょっとまあかぶるっていうか、まあ、慶応の前日なんで大変だね。13、14、15と3日連続になるわけですね。そうです、まあ一教科だけなんで、うん、青学の試験は、まあ、大丈夫かなっていうんで入れてます。英語だけ、はい、英語だけ、うんうん、英語一発で勝負で英語できんのって感じだけどな。いやでも協定の点数がもう6割を占めてるんで、うん、ああなるほどね、はいはいはい、協定で半分以上決まっちゃうっていう、なるほどですね。共通テストがっつり今やってますからね。で続いて立教文学部英米文、はいはい、再び立教出てきましたが、はい、これが2月の11日、これは個別の、うん、あ、はいはい、立教はね、英検利用だったりいろいろあるけど、はい、個別に英語も受けるやつですね。そうです、文学部だけそれができますからね。そうですね、漢文も一応使えるんで、文学部なんで使うわけですね。じゃあ一般で漢文を使うわけですね、はい、そうです。お、出た、数少ないんで、数少ない、もうやってやるぜみたいな、はい、そうです、せっかくこんだけ勉強したんだから使うわってことですね。そう、協定終わって1ヶ月近く漢文勉強し続けなきゃいけないのだけのために、まあ、ちょっとまあ維持ぐらいで、なるほどね、維持します、はい、で2月22日結果発表と、はい、そして最後は法政大学経営学部経営、はい、2月7日試験で2月17日結果発表と、はい、なるほどね。こういう、え、どこに滑り止めがあるの？抑えは？抑えないんです。はぁ、あ、おいおい、怖い怖い。勉強し、見通して受かると思うんですけど。いえ、すげえなー、これが現役です、はい、怖いもの知らずっていうね。実力がね伴ってれば全然問題はないと思うんですけどいや、まあ、まだまだ、おお、怖いわ。え、本当に何も抑えないの？はい、もうだマジで、落ちたら浪人っていう覚悟で。すげえ。じゃあもうどうせ何とかませんとか行かないんだからってこと？はい、なんかこう受けておいて合格して気持ちに余裕をとかはない？もうないです。リハーサルをしておくとかもない、なし。すげえな、それで戦うってことですね。了解でございます、はい、続いていよいよ協定ですね。はい、やってるやつです。協定利用、協定いらないだろいらないだろ散々言われてますけど、はい、協定で戦うんですよ、はい、とまずこれ基本的には同じところを受けるってことですね。マーチの、そうですね、かぶって、はい、かぶっていて、まず最初が明治経営で、82%、あー大体それ予想なんですけど、うん、英語250、ここ200、歴史150の600点満点で、これはリスニングも必要、これリスニングも1対1で必要で、うん、漢文も、漢文も必要です、うんうんうん、で2月17日発表。続いて立教大学文学部英米文ですね、はい、81% ぐらいで、英語400、ここ200、歴史200と、ここはどうなんですか？ここそうですね、うん、リスニングとディーリン確か1対1で漢文も古文も必要。なるほど、じゃあリスニングはやっぱりきちんとやんなきゃいけないということですね。はい、やんなきゃいけないです、はい、続いて法政経営学部経営戦略 80%、はい、英語150、国語100、世界史100、これあれだっけ、現代文だけ。そうですね、はい、ルーが受けるとこじゃないこれ。そうですね、現代文だけなんで、はい、まあ、あ、そうか、ルーは80分全部現代文に使うけど、もう45分ぐらい古文漢文やってるわけだからね、はい、ああなるほど、だいぶ不利な状況で戦い、うん、頑張ります。メンバー同士の戦いになりますが、だこれがまあ順番通りですよね。明治、立教、法政で、はい、なんか入ってないの理由があるんだっけ、かぶってないやつは。そう、立教国際系とかに関してちょっとパーセントが高すぎて、うん、90% とか。なるほど、だから8割ぐらいでの戦いと、うん、そうです。で次が最後は学習院ですね。学習院が協定利用のみでやると、はい、文学部英語英米文学で 76% ですね、はい、はい、で英語150、ここ150、世界史100の400点と。なるほど、まあこの辺はだいぶ早いもんね。2月15、17、18という風に結果が出てきますから。そうですね、これ毎回生放送だったら楽だな、おいはあ、そうですね、ここ2月17日4つもあるんで。そうだね、そうだね、2月17日恐ろしいね、4つ発表だ、うわ怖っ。中央向けようと思ったんですけど、おお、そうだったんだ、うん、80% なくてもちょっと取れる学部とかあったんですけど、なんか期限が、うん、あ、払わなきゃいけない期限、期限かなり短くて、うんうん、2月20日とかだったんで、うん、あ、確かにそれは厄介だね、はい、
そうっす、こごうとしたらもう貼らないといけない。なるほど。なるんで、まあ、ちょっと出さなかったです、今日では、うん。まあ難しいですね、お金に関してはね。ほんとやっぱ3万5000円かかって、で、協定も1万8000円かかるもんね。はい。だから非常に厄介は厄介。ただ、その投資をね、渋ってしまってっていうのは結構あるじゃないですか。やっぱりね、はい、塾行かないとかって言って、結局浪人したってもっと高くなるとかね。はい、そうです。受験、ちょっと親の顔を伺って、いや、受験校を減らさなきゃとかってやって、結局ダメでもう1年みたいな人は多かったりします。はい、そうだ、受けた方がいいんですよ。もちろんお金に本当に余裕がないって言ったらしょうがないんですけど、ただもしその次の年ってなったら大変なことになるしね。はい、という感じでございます。はい、はい、いやー怖いな。じゃあどうなるのかですね。頑張ります。はい、あとは、まあ、これと生配信ですけど、はい、協定の頑張るやつ、はい、たわしさんから25日でお願いしますと。はい、25日に生配信でございますって。はい、頑張ります。ぜひ頑張っていただければと思います。はい、はい、ということでした。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching.